さて、今年も動き始めた企画、遡ること昨年12月、今回で2回目の運行となるこの列車、沿線で学業を収められた生徒様へ、今までの世伝を利用していただいたことへの感謝や卒業の祝い、未来への新たな一歩を応援したいという気持ちを伝えたいと企画されました。各学校へ社員が赴き、メッセージを書く社内釣り用紙をお渡し、運行期間を決定。卒業式の日程が少々離れている学校についてはその期間を当社社員オリジナルメッセージで彩ります。各課協力のもとメッセージを作成していきます。そして再び学校訪問、色とりどりのメッセージを受け取ってきました。いただいたデザインをそのままヘッドマークに。世界に一つだけの温かい気持ちがこもったヘッドマークです。さて、いよいよ運行開始。協力して社内にメッセージを掲出していきます。社内がどんどん彩られていきます。学校のミニ校旗も貫通路上の旗差しに装着、ヘッドマークを装着して、卒業列車祝電誕生です。またこの自然豊かな沿線にいつでも帰ってきてほしいという願いを込めて、ご卒業おめでとうございます。